逆説二刀流タイムフライヤーズの田長寿です。よろしくお願いします。お願いします。いや、まあ芝のまず2歳の G1 馬ですが、まあダートへ転戦してきて何戦か経ちますけれども、こうやっぱりでも元々母系はダート血統ですね。牧場で、はい、この馬を、はい、調教管理させていただくって決まった時は、うん、そのダート血統ですからっていうフレーズが入りましたよね、はいはい、でもその自分としては歩きも柔らかいし、うん、芝の馬ですわって言ったんだけど、はい、その時牧場の人たちはみんな芝使うんですかって感じで、はい、まあ、その後ポプルステークス強い勝ち方をして、はい、やっぱり調教師っていうのは見かけによらないなっていう評価いやいやいや、それはもうあれですよね、はい、サープな1の実績も出ますから。いやいや、それは、はい、いやじゃないんですよ。いやいや、見る目間違いなく2歳の G1 まで勝ちましたけど、でもその後、まあ、やっぱり何ヶ月か、3ヶ月とか何ヶ月、はい、ホップフルステークスの愛と開けて、はい、クラシックに向けていくわけですけれども、うん、その後普通はその一掃して叩いて、本番 G1 っていうのが大体春のクラシックも含めて、はい、G1 勝つ馬っていうのは叩いた馬の方が、出走させた馬の方が有利なんですけども、はい、でも皐月賞のトライアル単勝 1.4 倍だったと思うんですけど、はい、そうでしたね。その時に後ろの位置に構えたら、はい、今度ペースを思いっきりスローにされて、はい、3コーナーから上がっていこうとしたら、で外を回って上がっていこうとしたら、うん、いきなり3コーナーからペースが速くなったもんですから、外と回って追い上げていくっていうのと、やっぱり単勝 1.4 倍 その、うん、勝たなきゃいけないという、出走させるだけっていうのとはやっぱ相当違いますので、うん、やっぱ無理して競馬した分、その後はもう普通は競馬を出走させて馬はそのより超回復を狙って強くなっていくんですけれどもね、はい、追い切りをやって追い切る前よりも超回復して強くなっていくんですけれども、うん、それがやはりダービーまではその超回復じゃなくて競馬使う前の状態に戻す回復までがいっぱいいっぱいでしたですね、はい、その辺がやはり、山本トレセンと行ったり来たりして、うん、今はすっかり噛み合ってますので、はい、今回も山本トレセンから帰ってきて歩き方も、うん、違和感ないですし、追い切った後もやはり追い切る前よりは超回復してきてますから、うん、今回もチョッキーを乗せて追い切って、はい、上がりちゃん中に切って上がってきてるわけですから、はい、やはりその G1 を勝つ馬、うん、G1 勝った馬っていうのはシュートコースでいかなる冬の馬場であろうが、みんな、はい、使った後の馬場であろうが銃に切ってくるんですよ、はい、うん、やっぱりその すごいなというのと、やっぱり今回、伺って今も質問されてないんですけれども、はい、やはりその今まではまあ、ジョッキー乗って追い切ったら4コーナーで馬に並ぼうと思った時にはもう一瞬に突き抜けちゃって、はい、コントロールっていうのを見失ってしまうっていうのが、うん、問題だったんですけども、でもホープフルステークスの時はクリスチャン・デムーロが武豊の後ろをずっとつけていって、はい、抜けてくるというコントロールでしたですよね、はい、うん、まあ、今回もその辺のところが課題かなというのと、山本トレセンから来て相当ハードに追い切ってますので、やはり1周前にポーリーが乗ってそのどのくらいコントロール効くのかっていうのは、うん、やはりその向こう正面も一回も拳上がることなく前の馬を追走していけたし、4コーナーの時も一気にこうかわしていくんじゃなくて、うん、じわり並んでいけたし、でそれゆえに最後の1アロンは11-9で難なくこう抜ける、はい、うん、だからその折り合うっていうことの調整はこれだけを中間追い切っていてもできたかなということで、
やはりそういういろんなそのファクター調整のファクターは今回はその折り合うということも含めて追い切った後も歩様の違和感というのは一回も作らなかったですよね。まあ、違和感なく山本トレセンから追い切りの本数がさ寝れたっていうのもやはりやっとここまで来たなっていうのと、これから先はもっとそのバランスというのかバランスバックっていうんですかね、後ろの方に重心を置いて馬を走れれるようになってきたらコントロールもあれだし、まあ、勝つっていう競馬にこうつなげていけるんじゃないかなと思うし、今はだいぶできてきたなっていうのが状況かじゃないですよね。まあ、せっかくタイムフライヤー見ながらですんで先生、まあ、先生言ったってこれからこれまで芝からダートといえば NHK マイルカップからジャパンカップダートを勝たせたプロフネア、まあそれから数年後のダービー3着から、JC ダートからベルシャザールなど芝からダートの転戦成功させますけど、タイムフライヤーなんかはどうですか、こう馬見てそれら名馬と比べてですよね。まだ黒船とかベルシャザールのような迫力は、足りないかもしれませんですけれども、はい、やはりその勝つということに、うん、ダートの競馬において、うん、なった暁には馬自身ももっと迫力出てくるだろうし、うん、それに伴って筋肉などのボリューム感も出てくるだろうし、まだまだこの先に、うん、自分たちが描くものはあるのかもしれないですけど、うん、僕らもねこの動画長い間タイムフライヤーこうやって見せていただいてますけど、ちょっとなんか素人目には首からこう胸前のこの肩のあたりちょっと大きなったんちゃうかなっていう迫力出てきたんちゃうかなって感じしますけど、それは数字も、はい、やっぱり相当10キロ以上の数字が、うん、増えてますので、これが今の会話の食い切りなど見ていても、はい、以前のようにしんどいなっていうんじゃなくて、そのこれから、調整を踏まえて来週のフェブラリーステークに向けていくぞっていう、うん、その食いっぷりですよね、はい、からするとその今まではこのくらい体重減るだろうなってやつは多分プラス体重で出走できると思いますし、うん、今話されていたようにやはり自分たちは不安の人とかに報告する際には数字化して報告しなきゃならないですよね、はい、でもその何割ですかとか何点ですかはいはい、はい、昔の大御所は皆さんに話しましたよね、はい、僕らはそんなことは自分の馬に点数つけたりなんだりできないんで、はいはい、ただそのままの状況下っていうのはやはり会話の食べる、うん、勢いとかまたその体重が相当十何キロ増えてるとか、はい、そういう数字化して報告しますし、その方 が何割とかっていうのは、ね、伝えやすいんではないかなという、はい、客観的に見れますからありますですよね、はい、まあ、どんだけ胸前とかいろんなところがしっかりしてきたかったらやっぱりその数字的にもなってますですよね、で食いっぷりもいいんでやっぱりその簡単に落ちますから、はい、体重を落とさないでいくっていうのが大体 G1 狙う場合には必須ですよね。まあ、先生のところで僕はたくさんの名簿を見せてもらいましたけど、まあ、キングカメハメハにしても谷のギムレットにしてもボリボリ言うて貝歯食べてましたもんね、やっぱりね。食べないとやはり次 の, 調整のプロセスを組み立てられないんですよ、ね、うん、食えないしたって調教師が経営できないっていうんじゃなくていやいやいやその馬の大きいレースを勝って、はい、勝つにはね、で馬主さんが喜んでいただけるっていうそういうことになってくると、やはりそのしっかり食べてくれないと、うん、そのプロセスを企画するわけにいかないですね、はい、今はしっかり食べてます、しっかり食べてます、はい、食いっぷりはもう G1 ホース、堂々とした G1 ホースです、ね、これが、はい、G1 を狙う馬ですよね。もうちょっと最後になりますけども、フェブラリーステークスへ向けての抱負をお聞かせください。タイムフライヤーが、G1 のレースにフェブラリーステークスに向けて順調に調整できてますので、力強く、皆様の前にお見せできたというふうに思います。応援していただきたいと思っています。タイムフライヤーの松田先生でした。ありがとうございました。はい、失礼します。